スプリンクラーを作動させたいんだけど、どうせ簡単には作動しないんでしょ？そうだよ。で、行く先にはあいつがいる。もう驚かないもんね。光栄だね。これだけ草レーンが続くと、僕たちもお友達でいいんじゃない？ね？もうやめようよ。僕みたいな弱っちい奴を追っかけ回してもつまんないでしょ？殴る価値もない。君はさ、出るゲーム間違えてない？君は強いんだからさ、モータルコンバットとか、ストリートファイターとかに出た方がいいんじゃね？全部怖いな、もう。あー、早く帰りたい。帰って嫁を抱きたい。待っててくれ貞子、今帰るよ。ソープランドごっこかい？勃起した。現実の世界でも、このゲームに負けず劣らずの、囚人、精神病患者を、使ったひどい人体実験、が行われてきました。ここでは紹介できないようなひどい人体実験が、ちょっと調べただけでもかなりあります。ちょっと笑えるのは、統合失調症の、治療実験で、自分はイエス・キリストの、生まれ変わりだ、と信じる3人の患者を、同室に入れたら、殴り合いを、始めた。ってやつですかね。で、結局何の研究成果のかけらもなかった、っていうオチ。いや、何の意味もないよね。オケです。これでスプリンクラーが作動するはずだ。言ったようだな。あ、そうだ、こないだネットの占いサイトで、僕の前世を占ったら、僕はウルメイワシの生まれ変わり、だそうな、はは。アホコキ！まあ、ウルメイワシだろうがシロアリだろうが、便所コオロギだろうがどうでもいい。オラー、絶対天寿を全うしてやるからな、赤の他人に殺されてたまっかよ。もうあとはスプリンクラーのスイッチ押すだけっす。じゃけんこのまま逃げ切りましょうね。あ、そうだな。ピン！うわ、危ねえ危ねえ。もうほんと勘弁してください。そんなに僕のこと嫌いなの？お、お世話様でした。うわあ！なになに？待って、誰誰が痛い？痛い！ああ！怖い！今度やったら撃つ。ダイスクープ当てて一攫千金なんて欲をかいたばっかりに、マイルズは地獄にはまってしまいました。人間、欲をかくとろくなことにならない。つつましく生きようじゃないの。ちなみに僕ちんの夢は、のどかな田舎で牧場を開いてヤギを飼うことです。
あれは嘘だ。お疲れさんと。もしくは、シルダン言うとかもいいね。性欲だけは無駄に強いからな。テクニックはないけど。あまり調子に乗るんじゃない。外へ出たはいいけれど、何も見えない先が見えない将来の希望もない社会の先行きも暗い。どうすればいい。このドキュメントは、キチガイ神父のポエムです。マジどうでもいい内容です。そうだ、僕もポエムを作ってみよう。題は、愛のままにわがままに、部屋とワイシャツとウィークエンドラバー。僕と君の心がしい、君の顔面アイロニー。僕は探すの、君にあげる花束を、取り株とラバー。君の心に続く道は、ほくろに生えた一本の長い毛、歩き疲れて地獄谷。回れ回れメリーゴーランド回転寿司サンミアを走せ、わさびの量が多すぎて、むせるぜほうみたい。どう？心に響くでしょ？褒めていいのよ。ロマンチックだ。外へ出たはいいものの、そう簡単には出られないよな。ここはかなりの重症患者が集まる場所だもんで、脱走対策も万全だ。今のメモの内容は、ついに僕も見てしまいました。あのワールライダー様を、嬉し恥ずかし原宿キッス、みたいな感じ。初めてだよ。ところで、さっきの出口の警備室にあったドキュメントの内容は、本当に催眠で、暗殺者を作ることができるのか？という疑問が書かれた内容です。現実には、薬物や催眠によって、暗殺者を、作ることは難しいです。しかし、そんなことを、しなくても、普通の人間を残忍な殺人者に仕立て上げることは簡単です。有名な心理実験に、ミルグラム実験、があります。これは、人間は恐ろしいくらい簡単に、権威に服従する。ということを証明した実験です。内容は、偽の、電気椅子に座った役者、世界的に、有名な科学者を、演じる役者、を用意し、被験者に対して科学者が、電気椅子のスイッチを、押せ、と命令するだけです。スイッチが入るたびに、偽電気椅子の、役者は絶叫し、やめてくれ、と涙を流して、懇願し、最後は気絶します。そこで博士は言います。これ以上続ければ、彼は死ぬだろう。だが、あなたは命令に従い、スイッチを押し続けなさい、と。その結果、65% の被験者が、スイッチを押し続けました。普通の人間が権威、権力の、命令で残忍な大量殺人鬼になることは、歴史が、証明しています。戦争、独裁国家、共産主義、宗教。さらにそこに群衆心理、が、加算されるともう最悪です。もし街中の人間が皆裸で、歩いていたら、あなたは、自分一人だけ服を、着て歩けますか？所詮人の倫理観、正義観なんぞ、権力者や大多数に、影響され、簡単に変わる脆いもんです。
出口が見つからない上に、奴がお散歩してやがる。もう戻るしかないな。正面玄関から出るしかない。アーサップイチ冷たい。キャベツたっぷりの豚汁食べたい。もう暗いのやだー。誰か僕に明かりをください。ついでにあったかいおでんもください。ファミチキください。娘さんをください。あ、明かりを発見。やれやれ、結局あの神父の言いなりになるしかないのか？メモの内容は、血の池地獄ですー。あーあん、もう最悪ー、ってな感じ。もう、お前が僕を迎えに来たらいいじゃないのさ。どうせ最上階に着くまでにまた、危ない連中に追いかけ回されるんでしょ？苦しい時に教会に行くと、決まって神父はこう言う。それは神が与えた試練です。耐えなさい、ってね。バカ野郎この野郎、誰がいつ試練を与えてくれと頼んだんだ？大きなお世話だよ、バカ野郎。はぁ、行きたくねえ。全部怖いな、もう。誰？今のメモの内容はよくわかんないです。なんかこの音は不気味だ。ワールライダーの出す音はやだみたいな。マイルズの精神状態もだんだんヤバくなってきているのでしょうか。君もいろいろ大変だと思うけど、それも、神様がお与えくださったありがたい試練、だと思って我慢しんしゃい。ほんと、神様って慈悲深いねー。涙が出るー。もう一人けど、受け止めて。
また鍵探しの旅か。そしてまた、リアル鬼ごっこが、始まるのでショータイム。命がけで